小木原重秀、小木原重秀、小ら原重秀、万治元年、1658年聖徳三年9月26日、1713年11月13日は、江戸幕府の旗本。勘定武業を務め、管理通貨制度に通じる、経済観を有し、元禄時代に、貨幣改中を行ったことで有名。通称は、彦次郎、御材門。官位は、十五位下。 王を見守る。旗本小木原十女主従、二百票の次男として、江戸に誕生。母は、横松氏の娘。武漢に、本国外とあるのは、小木原家子祖のお原わ正勝、1461年から1535年、が、武田氏より分家して、甲の国山梨郡、小木原村に移住んだためである。公用軍艦によれば、 正勝は国境の秩父口防備にあたり、武田信虎、春信の二代にわたって、休日と標法を教えたと言われ、武田二十四将の一人に加える遺説もある人物とされ、武田氏滅亡後は三世、神野城正幸が徳川氏に仕えて、旗本となる。次来、小木原家本家は八王子に泊まり文家の一つと共に代々八王子、先人党を務めたが、 他の文家は皆江戸に住まい、それぞれ旗本として明治維新を迎えた。小木原種重家の家督は兄の小木原佐兵成主家が継ぎ、重秀は別家を起こした。遠方2年、1674年10月26日に幕府勘定方とに列し、11月7日に将軍、徳川家綱に初めて一見。遠方3年、 1675年12月21日、霧米150票を支給された。遠方7年、1679年12月3日、先のご機内県地の功績で、自腹に両羽織一両を与えられた。天那元年、1681年に、上野沼田藩主、真田信都氏が開役にされた際にはその豪村の受け取りのために沼田へいた。天羅3年、 1683年10月11日、環状組頭に就任。12月21日に100票を数用。状況4年、1687年9月10日、環状等3名の罷免により環状、党査点役、後の環状吟味役に任命され、さらに300国を数用され、先の250票の切り前も領地に変えられて、都合550国を領した。 12月25日には、不意の着用を許された。元禄2年、1689年8月21日、200国家族、都合750国。元禄3年、1690年10月7日には、佐渡奉行に任せられた。元禄8年、1695年12月22日、1000国の家族、都合1750国。 元禄九年、1696年4月11日、環状奉行に就任し、250国を、数を、2000国。12月22日に、従法医した、大見守るに就任した。元禄十一年、1698年12月21日には、さらに500国の数をがあり、都合2500国。元禄十二年、1699年4月には、 長崎へ赴いている。元禄十六年、千七百三年二月にも、稲垣重富の副使として、京都、大阪、長崎などへ赴いている。法永二年、千七百五年十二月十一日に七百国、加増される都合三千二百国。法永六年、千七百九年に、将軍、徳川綱吉が死去し、徳川家信が六大将軍となると、 新井白石などの家の部謹慎たちとの関係が悪化。法永7年、1710年4月25日、張り紙値段を勝手に引き下げようとして、将軍、家の部への配列を禁止されているが、わずか4日後の29日には許されている。12月11日には500国の画像を受けており、都合3700国を領した。さらに、聖徳万年、 1711年7月18日にも、表情書での聖金ぶりをもっての七締見中、越後見などを与えられている。しかし荒い白石の像は深く、度重なる断崖を受けて、病没寸前の家の部はついに折れ、聖徳2年、1712年9月11日に、勘定奉行を罷免された。着南の小木原上州にはかろうじて、 越前国境軍で七百国の相続が許された。聖徳三年、1713年9月26日に死去。絶食して自害したとも言われる。東京都台東区谷中の長明寺に葬られた。法名は秘宗古寺。妻は青柳寛江門同校の娘。5妻は高木忠江門帝臣の娘。なお着難、上州の母はそのいずれでもなく、帽子の娘。 イエツナの大の遠方五年、1677年、幕府は、大公検知以降八十年もの間一度も検知を、行わなかった後期内の検知を実施した。事後の人事動向から見て、検知の細かい業務立案者は、小木原重秀であったと推定れる。重秀は、後期内の土豪出身の世襲大官の妨害を排する、ため、近隣の諸大名に検知を行わせることを提言し、 同時に勘定書からも準検団を派遣して、現地調査を行うことで、より正確に現地の状況を把握することに努めた。さらに、茂秀では、これらを円滑に行うための全29条の検知条目を策定し、見事に検知をやり遂げることに成功した。この結果を受けた茂秀では、遠方8年、1680年に、将軍の座に就いたばかりの綱吉や幕閣に対し、 世襲大官制の弊害を提言し、それを受けた幕府は、世襲大官たちを一掃して、大官の完全な官僚化を推し進めた。元禄三年、1六百九十年に佐渡奉行に任せられた茂秀では、当時生産量が落ち込んでいた佐渡金山を再生させるために、翌元禄四年、1六百九十一年佐渡へと都会した。現地にて、 金山の状況を調べ上げた茂秀は、校内に溜まった地下水を排出するための排水口を掘削することを決める。その5年後の元禄9年、1696年に南沢佐水港が完成し、これにより佐渡金山は生産量が回復した。これと並行して茂秀は佐渡国の大規模検知に着手し、その結果元禄4年の年貢収入は、 前年より8割も増加し、茂秀は、その増加分を、佐渡金山再生に充てることで、佐渡全体の経済サイクルを構築した。しかし、この年貢増長策が、佐渡の農民の怒りを買い、後々の出脚の一因となった。茂秀は2ヶ月間の滞在の後に、江戸井と帰還し、以後は、佐渡に都会することはなかったものの、21年間に渡って、 佐渡奉行として、現地との連絡を欠かさずに取りながら、佐渡の地政や金山管理に努めた。元六十年、1697年には、三倉米地方寺課令を出して、五百国以上の倉取りの旗本と、地業と倉米の合計が五百国以上の旗本を、すべて地取りに変更する、元禄地方寺か、元禄寺方直しを行なた。この政策に先駆けて、 原独検知を実施し、七地取り扱いのサトシを制定している。地方直しは、幕府財政の立て直しのため、生産性の高い地域や、運上金が上がる地域を、幕府領に編入し、年貢米の運搬費用を削減するなどの目的があり、七地取り扱いのサトシは、電波多衛体売買金指令に基づい従来の制度を変更し、七流れによる、 田畑の所有権移転を実質的に認める政策であった。原禄時代になると新たな鉱山の発見が見込めなくなったことから金銀の産出量が低下し、また貿易による金銀の海外流出も続いていた。その一方で、経済発展により貨幣需要は増大していたことから、市中に十分な貨幣が流通しないため経済が停滞する。 いわゆるレフレ不況の危機にあった。それを過労じて回避していたのが、将軍綱吉とその聖母継承院の散財癖だったが、それは幕府の大幅な財政赤字を招き、この頃になると財政破綻が現実味を帯びたものになってきていた。そうした中で綱吉の知性を通じて、幕府の経済政策を一手に任されたのが、茂秀だった。茂秀は、 政府に信用がある限りその政府が発行する通貨は保証されることが期待できる。したがってその通貨がそれ、自体に価値がある金や銀などである必要はない。という国定信用貨幣論を200年余りも先取りした財政観念を持っていた。従前の金銀本位の実物貨幣から幕府の権威による 信用通貨へと移行することができれば、市中に流通する通貨を増やすことが可能となり、幕府の財政をこれ以上圧迫することなくデフレを回避できる。そこで茂秀は、元禄8年、1695年、慶長金、慶長銀を回収して、金銀の含有率を減らた、元禄金、元禄銀を作った。人陽庫が表した三大劇には、この時の茂秀の決意を表した。 貨幣は国家が作るところ、瓦礫を持ってこれに変えるといえども、まさに行うべしという有名な言葉を伝えている。幕府の海中再基金は約500万両にもなった。従来この貨幣海中は経済の大混乱を招き、未曾有のインフレ、原独バブルをもたらしたと考えられてきたが、金沢大学教育学部教授の村安氏の研究によれば、 原独帰化兵改中の後十一年間のインフレ率は名目で平均三パーセント程度と推定され、庶民の生活への影響はさして大きなものではなく、また改鋳直後の原独八点九年に米価が急騰したのは零価の影響としている。その一方で改鋳により合唱や富裕層が貯蓄していた大量の軽兆金銀の実質購買力は低下し、商人たちは 貨幣価値の下落に直面して、貯蓄から投資へ転じた。こうして従前は、幕府のお金蔵から、昇華の暗い金銀が流れる一方だった、経済構造に変化が生じ、これ以上幕府財政に負担をかけずに、緩やかなインフレをもたらすことが実現された。その結果経済は、元禄の,の後継期に沸いたのである。現代の観点から、茂秀の最大の業績は、この海中であり、 この海中を大江戸リフレーション、通貨膨張を政策と評価する説もある。綱吉時代が終わり、荒井白石らがこの政策を転換して、以降の経済停滞は白石デフレとも呼ばれる。しかしこの時期は、関東の原独地震、東海南海の宝永地震、富士山の宝永大噴火など大規模な自然災害に、加え、放映の大火による大理消失や、 将軍大河原による出費が続いたこともあり、幕府の赤字財政からの脱却は困難を極めた。茂比では一方では佐渡金山に手こ入れ策を講じ、また一方では長崎貿易を増加して運上金を徴収、幕府史上初めての大名への課税、さらには全国の酒造家にも50%の運上銀をかけるなど一貫して幕府歳入の増加に努めたが、 夜景市に水だった。そこで、財政赤字の補填を目的として、法令3年、1706年には、法令銀、法令7年、1710年には、法令金、英字銀取り続けの貨幣改中を行ったが、今回は特に銀貨の品位が大幅に低下して、通貨量が増大したことから著しいインフレが発生、商人が保有する、資産価値が低下し景気悪化した。 両乱した、元の区文化はここに終止符を打ったのである。小木原重秀は書物を残さなかった。これに対し、重秀を追い落とした、荒井白石は、折りたく、芝の木で、小木原は二十六万両の賄賂を受けていたなどと、繰り返し、一方的な悪評が定着した。しかし、重秀の意見が、後世に伝わらなかったことがもたらした最大の、最悪は、 幕末の開国時に起きた実物貨幣から信用貨幣へのシフトという政策を支える経済理論が後世に伝わらなかったため、海中により金字金より高い価値を持つようになった金貨及び南両二主銀以降表量貨幣から係数貨幣へ切り替わるとともに銀字金の数倍の価値を持つようになった銀貨の仕組みについて幕府は金本位制が 主流の欧米諸国を納得させる説明ができず、地金の価値に基づく為替レートを承認させられた。諸外国では、金銀比価が金一、銀十五に対し、日本では金一、銀五であった。その結果、金が国外に大量に流出し、流出防止のために、金価の価値を銀価の価値に対し、相対的に引き上げる必要が生じ、金価の両目を低下させたので、 インフレーションが発生し、日本経済は混乱した、幕末の通貨問題参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。